皆さんこんにちは。聞き流すだけで開運、亀吉2号の月運動画の始まりです。この動画では6月の運勢の3つのポイント、ラッキーフードやラッキーアイテムなどの開運ポイント、吉報位、開運行事についてお話しさせていただきます。聞き流すだけ、見流すだけで6月の運勢や開運行動が分かるようになっていますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは2023年6月の六白金星の方の運勢についてお話しさせていただきます。六白金星の方の6月の運勢は周期運です。いい運気の流れが継続中で、成果や実績を収穫するイメージの月です。今月の運勢の3つのポイントは、1、たくさんのものが入ってくる月。2、周囲から学ぶことで輝く。3、今月は金運増大中です。まず1つ目のポイントですが、たくさんのものが入ってくる月です。6月は人や物、情報など様々なものがあなたの元に集まってくることから、他の人と比べるととても恵まれている月となりそうです。また自分が育ててきたことや努力してきたことが実となってくる時期でもあります。特に趣味や遊びに関することにこのような傾向が強そうです。今までできなかったことが今月になると急にできるようになったり、新しい遊び相手が見つかったりする月です。6月は楽しむことで運気が上昇する月でもありますので、全力で楽しんでください。ただ公私混同をしやすくなっている月でもあります。プライベートと仕事はきっちり分け、メリハリをつけた生活を心がけるようにしましょう。その行動が運気をさらに上昇させてくれますよ。2つ目のポイントは、周囲から学ぶことで輝くです。6月は自分自身を伸ばすために、自分であれこれ考えて勉強したり、スキルを身につけようとするよりも、周りの人から教えてもらったり、その人がやっていることから学ぶことで、あなたをさらに輝かせることができる月です。自分で調べたりすることはとても大切ですが、何かを身につけたいと思ったら、まず自分の周囲の人に相談してみるといいでしょう。ただ6月は普段より言い方がきつかったり、言いたいことを言ってしまいやすい月です。この状態では周囲とうまくコミュニケーションが取れず、いいものを得られません。普段以上に言葉遣いには気をつけ、相手を立てることを意識するようにしましょう。そうすることで、あなたが持っている魅力はどんどん輝いていきます。3つ目のポイントは、今月は金運増大中です。6月は西に開座しているんですけれども、西は金運と言われるほど金運が上昇している月です。よく金運が上昇している時は、黙っていてもお金が舞い込んでくるのではという声をお聞きしますが、決してそうではありません。金運が上昇している時は、今持っている金運を使わなければ意味がないんですね。簡単に言うと、お金に対するアクションを起こすということです。宝くじを買う、新しい金運商品を買う、お金を貯めるなど何でも構いません。結果としてお金に関わることに対して行動を起こすようにしましょう。それが金運が上がっている時の秘訣です。6月のラッキーフードはチキンのトマト煮です。六白金星が開座する西には、赤や鶏肉という意味があります。そのことから、この両方を組み合わせたチキンのトマト煮を食べると運気が上昇します。赤い食べ物ならトマト以外でもいいのではと言われそうですが、もちろん大丈夫です。ただトマトはこの時期旬を迎えます。季節の旬の食材は運気を大きく上昇させてくれますので、トマトを取り入れた料理がおすすめです。6月のラッキーカラーは赤やオレンジです。おしゃれというキーワードに対してラッキーカラーを意識するといいでしょう。服やストールなどに赤やオレンジを取り入れることで金運や対人運が上昇しますよ。6月のラッキーアイテムは可愛いキャラクターグッズです。六白金星が開座する西には、可愛らしいという意味があることから、可愛いキャラクターグッズを持つと運気が上昇します。あまり目立たず、ワンポイントでキャラクターが入っているものよりは、可愛さが前面に出ているものがいいですね。持ち歩きしやすいエコバッグなどおすすめです。ラッキーアイテムについては概要欄にも記載しておりますので、そちらもご覧ください。6月の吉方位は南方位、西南方位、東北方位の3方位あります。
自宅から見てこちらの方位にはあなたにとってプラスとなるエネルギーが充満しております。吉方位に向かって何か行動を起こしたり出かけたりすると普段よりいいことが起こると言われています。神宮館 TV をご覧いただいている方で毎月の吉方位を活用すると運気が見違えるほど良くなったという方もいらっしゃいます。皆様もぜひ吉方位に向かって何か行動を起こしたりお休みの日に出かけたりしていい運気を手に入れてください。6月は白く木星が中宮に開座している月なんですけれども、白く木星は草木や風という意味を持っていることから風になびいている草原や草木を見ると運気が上昇します。回っている風車や風力発でもいいですね。自宅から見て吉方位にこのような場所があればぜひ足を運んでみてください。ちなみに今回の背景像は皆さんの運気が上がるよう願いを込め草原を撮影してきました。こちらもお楽しみください。6月に皆さんに知っていただきたい重要な行事があります。それは名護市の祓いです。半年の間についた国家や万民の汚れを払うために6月30日と12月31日に行われる大祓いという神事があります。6月の大祓いを名護市の祓いと言い、12月の大祓いを年越しの祓いと言います。現在も各神社で実施されており、人の形を模した人型や車の形をした車型に汚れを移し、大祓い当日に祓い清めてもらう風習があります。また名護市の祓いでは茅の輪という茅を束ねた輪が設けられる神社もあります。この茅の輪をくぐる風習を茅の輪くぐりと言い、輪をくぐることで身が清められ疫病や罪が払われるとされています。回り方は左回り、右回り、左回りの順で8の字に輪を3回くぐるといいとされています。茅の輪は6月中旬頃から設置している神社が多くあります。6月30日の名護市の祓いの日に茅の輪をくぐることもとてもいいことですが、6月中に氏神様や通りがかりの神社で茅の輪を見かけたら茅の輪をくぐってみるといいでしょう。やり方や作法は茅の輪の前に書いている神社が多くあります。茅の輪をくぐって身を清め運気を上げましょう。以上が2023年6月の六白金星の方の運勢です。最後までご視聴いただきありがとうございます。神宮館では運気を上げるための開運法を知りたい、人生なかなかうまくいかないなどのお悩みを松本松雄先生による鑑定という形でお受けしております。松本先生とお話しすると元気が出た、笑顔が増えた、前向きな気持ちになれたという声をお聞きします。誰にも相談できず悩んでいる方や落ち込んでいる方は一度松本先生に相談してみてはいかがでしょうか。直接松本先生に会って相談する面談での鑑定や電話やズームでの鑑定も行っております。ご興味のある方やお申し込みはこちらまでお電話ください。この動画を見て面白かった、参考になったよという方はいいねやチャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録をしていただいている方はこのベルのマークをこちらにして通知をオンにしていただくと、神宮館 TV が動画を配信するとすぐに通知されるので便利ですよ。ご質問や今後こんなお話が聞きたいなどのご要望がありましたらコメント欄にご記入ください。 Twitter や Facebook で毎日の運勢を配信しております。こちらもチェックいただければ幸いです。それではまた来月お会いいたしましょう。